ピープルムーバーシステムのランドサイドターミナル駅ピッツバーグ国際空港ピープルムーバーはペンシルベニア州ピッツバーグの商業地区から約30キロメートル西側のフィンドレータウンシップにあるピッツバーグ国際空港の2つのボンバルディアイノビアアアプム100を使用した完全なオートメイテッドピープルムーバーであるエアサイドターミナルとランドサイドターミナルを結ぶ 二つの平行地下トンネルを走行している。ピープルムーバーは、ペンシルベニア州ウェスト、ミフリンのアドトランツノースアメリカによって1400万ドルの費用で設計及び導入された。1992年10月1日に、新しいミッドフィールドターミナルの開業時にサービスを開始した。旅客輸送量の増加に対処するために、1999年に950万ドルの プロジェクトを受け負った。経営2両の車両が、ピープルムーバーシステムに増備された。各列車に1両が増結され、それぞれ2両編成の列車から3両編成の列車に変更された。駅は増結車両に対応するために拡張された。プロジェクトはまた、原型の車両を改装することが含まれている。ありがとうございます。